どうも、皆さん、こんにちは。チャックバスです。本日はですね、ちょっと細かい話、まとめてね、紹介ね、やっていきたいなと思います。ということで、早速ね、入っていきましょう。まずですね、ちょっとね、不安なニュースがね、来ております。ユナイテッド航空のね、マイレージプラスなんですけども、必要マイル数がですね、アメリカからヨーロッパ方面のですね、必要マイル数が微増になっております。シカゴからね、フランクフルト路線、アメリカ方面から、今まではですね、3万マイルでね、行けてたところが、4万マイルからっていった形になっておりまして、ビジネスクラスは7万マイルから8万マイルにね、変更になっているっていう風になりますんで、まあ私がね、調べた感じだと、日本からね、ロスとかニューヨークとかのユナイテッド航空のマイレージプラスの必要マイル数ね、最低3万5千で出てくると思うんですけども、今見た感じだとまだね、変わってないんですけども、これもしかしたらですね、ちょっと上がってきてしまうかもしれないですね。まあ、アメリカのね、例で見ると、だいたい1万マイルぐらい上がってしまうかもしれないっていう風になりますんで、まあ、ユナイテッド航空のね、マイレージプラス、先日ね、ゴールデンウィーク、ロサンゼルスね、私行ってきましたけども、やはりね、燃油サーチャージがかからないっていう風になりますんで、本当にお得なんですよね。しかもまあ、エコノミークラスにはなるわけなんですけども、それが片道3万5千マイルでね、東京からアメリカね、本土まで行けるっていうのは非常にお得っていう風になりますんで、まあちょっとね、変わんないでほしいんですけども、ユナイテッド航空のマイルね、メインで貯められている方はですね、ちょっとね、利用したい路線等々がありましたらですね、ぜひね、早めにチェックしていただくのでですね、もし変わってないようであればですね、できるだけ早めにね、発見していただくのもね、おすすめっていった形になります。もしね、実際に日本路線等々ね、変更になりましたらですね、またね、動画出したいななんていうふうに思うんですけども、一応ね、チェックね、しといていただければなと思います。それでは次にエアカナダですね。最近ね、注目させていただいているこのね、エアカナダなんですけども、まあ注目してる人ね、あんまりいないかもしれないですけども、先日ね、LINE 公式アカウントの方で発信させていただきましたけども、ロンドンからアブダビ、こちらのエディハド航空のファーストクラスの必要マイル数が、なんとね、6万5千マイルで発見することができたんですよね。こちらちょっとね、今検索していただくと、ちょっともう出てこないかもしれないんですけども、当時ね、海外のブログ等々でね、かなり話題になりまして、エティハード航空のエアバス380ファーストクラス、しかもそれがね、6万5千マイルで発見できるということで、かなり話題になったわけなんですけども、まあこういった感じでですね、エアカナダっていうのは結構ね、いいマイレージサービスで、シンガポール航空のね、長距離線のビジネスクラスとかね、本来他社にね、開放してなかったりするんですけども、このエアカナダのマイルね、発見できたりしてますんで、私は注目してるんですけども、先日ですね、フライドバイっていうね、航空会社と提携開始ということで、またですね、今後特典航空券の開放もね、していく予定っていう風になりますんで、エアカナダね、どんどん便利になっていきますよね。ぜひね、このエアカナダの必要マイル数もですね、会員登録していただいて、アプリね、ダウンロードしていただくだけで、路線ね、見ることができるっていう風になりますんで、気になる方はですね、ぜひね、チェックしていただければなと思います。このエアカナダのマイルはですね、マリオットボンボポイントから交換ね、することができるっていった形になります。それでは次にですね、シンガポール航空の減額マイルキャンペーンがね、今開催されております。こちらね、日本は対象ではないんですけども、シンガポールから先のね、路線が対象になっておりまして、シンガポールからクアラルンプールとかですね、こちら5950マイル。これエコノミークラスですね。ビジネスクラスが14700マイル。こちらね、ブラックアウト、まあ対象外期間もですね、設定されておりますので、公式サイトね、概要欄に載せておきますんで、もしね、気になる方はぜひね、チェックしていただければな、なんていうふうに思うんですけども、シンガポール航空のマイルもですね、マリオットボンボイポイントからね、交換することができて、シンガポールからその先ね、利用予定ある方はですね、結構お得に利用できるのではないのかな、なんていうふうに思いますので、ぜひね、チェックしていただければな、と思います。普通にね、こちらもシンガポール航空のね、アプリとかね、ダウンロードしていただいて、会員登録して、路線検索していただけでね、利用することができます。それでは次にですね、セゾンパールアメックスカードのですね、10万円利用していただくと、2万円相当の永久不滅ポイントがね、もらえるキャンペーンが、今ね、クレコレさんっていうね、方のブログ限定でね、今ね、開催されております。こちらですね、前回1週間ぐらいでね、終了しためちゃくちゃお得なキャンペーンっていう風になっておりますんで、
このセゾンパールアメリカンエクスプレスカードっていうのは、初年度年会費無料っていう風になりまして、2年目以降は1100円ですけども、年1回使えば、無料でね、維持することができるクレジットカードっていう風になります。まあ、今回狙うのは、新規入会キャンペーンっていう風になりますんで、ポイント取っていただいてね、ある程度経ったらね、解約していただければな、なんていう風に思うんですけども、こちらね、初年度年会費無料で発行することができて、10万円使えば2万円相当の永久不滅ポイントがもらえるっていう風になりますし、またね、このセゾンパールアメリカンエクスプレスカードっていうのはですね、国際ブランドアメックスっていう風になりますんで、au pay プリペイドにですね、今発行していただいて、今月、来月ね、5万円ずつチャージしていただければ、これ終了っていう風になりますし、まあそれでね、2万ポイント相当のね、永久不滅ポイントがもらえるっていう風になりますんで、かなりね、おすすめっていった形になります。au pay プリペイドにね、チャージした分はですね、いつもね、この表を使わせていただいてますけども、まあこういった感じでですね、税金払っていただいてもいいですし、楽天の投資信託購入していただいてもいいですし、楽天ペイでね、消化していただいてもいいですし、利用方法はね、かなりいろいろ利用することができますし、この永久不滅ポイントっていうのはですね、JAL マイルにね、1万マイルに交換することもできますし、ANA みずほマイレージクラブカードをね、保有されている方は 70% で ANA マイルに交換することもできますんで、こちらね、1万4000マイルにね、交換することもできます。もちろんですね、D ポイント経由でですね、現金化もできるっていう風になりますんで、現金化する場合は 99.7% でね、現金化することもできるっていう風になりますんで、まあ、利用方法はね、本当に、いくらでもね、あるっていう風になりますんで、こちらですね、グレコレさんのブログの限定っていう風になっておりますんで、概要欄にね、ツイッター載せておきますんで、クレコレさんの。で、そちらから、ブログ飛んでいただいて利用していただくとですね、こちらね、キャンペーン表示されるようになっておりますんで、こちらね、ぜひチェックしていただければなと思います。私はね、セゾンパールアメリカンエクスプレスカードっていうのは、発表された時にね、もう発行してしまいましたので、今回ね、奥様に突撃させていただいたわけなんですけども、まあ、10万円使ってね、2万ポイント相当が返ってきて、その2万ポイント相当も、まあ、現金化までできてしまうっていう風になりますんで、普通にね、10万円購入したのがね、ほぼほぼ8万円で済むぐらいのね、お得なキャンペーンという風になりますんで、ぜひね、セゾンパール保有されてない方はですね、利用していただければなと思います。以前セゾンパールね、発行している方はこちら対象外っていう風になります。それでは次にですね、UC プラチナカード新規発行キャンペーンですね。私こちらね、結構前にポイントサイトで案件でね、利用させていただいたんですけども、こちらはですね、ポイントサイトと併用はね、できないんですけども、今この UC プラチナカード、本来ね、16,500円、年会費初年度からかかるんですけども、まずね、初年度年会費無料キャンペーンがやっております。またね、指輪型の決済端末、エブリングありますよね。私ももう1年半とかもう発表された時にね、購入して動画も出しましたけども、こちらですね、エブリング、送料はね、負担になるんですけども、無料でもらえるっていう風になりますんで、こちらね、欲しかった方は、ぜひね、今回こちらで、クレジットカード初年度年会費無料で発行していただいて、エブリング送料代だけでね、獲得することができるっていう風になりますし、またね、入会後2ヶ月末までですね、期間限定 11% 還元もね、取れるっていう風になりますんで、こちらね、結構いいのではないのかな、なんていう風に思います。特にね、このプラチナカードをね、初めて発行してみたいって思ってる方、まあこの UC プラチナカードってね、そこまで特典がないので、まあコンシェルジュとかね、使えると思うんですけども、まあそれ以外ね、そこまでこれが未協力みたいな感じはね、私はあんまり思ってないんですけども、まあ初年度年会費無料でね、プラチナカード保有することができて、エブリングももらえて、期間限定で 11% 還元も取れるっていう風になりますんで、エブリング欲しい方はですね、ぜひね、チェックしていただければなと思います。こちらはですね、専用のサイトがありますんで、概要欄に載せておきますんで、そちらから発行ね、するようにしてください。このね、ページが出てこないとね、対象になりませんので、この点はね、注意してください。それでは次にですね、ニュージーランド航空ですね。こちら結構前に紹介したと思うんですけども、こちらでスカイネスト。これね、エコノミークラスのスカイネストっていうね、追加料金を払うと、このね、三段ベッドが利用することができるっていうのがですね、正式にね、発表がありまして、結構前に発表自体はあったんですけども、導入がね、いつになるのかっていうのがずっと話がなくて、とうとうね、こちら発表になりまして、ボーイング 787-9 型機に2024年の9月からですね、北米路線に導入ということで、まあ、ニュージーランド航空なんですよね。ニュージーランド航空の北米路線という風になりますね。多分ニュージーランドからロスとか、
まあそこら辺にね、入ると思うんですけども、これ非常にいいですよね。これね、ビジネスクラスじゃなくて、エコノミークラスのスカイネストっていうね、追加料金を払って利用するっていうところみたいなんですよね。で、3段ベッドが利用できるっていうことで、料金はですね、4時間交代制で、ニュージーランドドル400ドルから600ドルでね、利用することができるということで、まあこちらニュージーランドドルなので、日本円にすると、だいたい4時間で3万4000円ぐらいから5万1000円ぐらいということで、こちらで4時間がね、利用することができるって言った感じになるんですよね。もちろん航空券とは別にね、請求されると思うんですけども、これはちょっとね、乗ってみたいですよね。私ね、エアバス380のシンガポール航空のね、この動画で機内のベッドっていうのはね、初めて利用させていただいたんですけども、いやね、やっぱりね、飛行機の中でね、ベッドで寝れるっていうのはね、本当に異次元なね、体験で非常に良かったですよね。これはちょっとね、乗ってみたいですよね。まあ一応ね、航空券とは別にね、かかってきてしまうので、かなりお金はかかってきてしまうと思うんですけども、ちょっとね、一回ぐらい利用してみたいですよね。4時間交代制っていうのがね、ちょっと残念ポイントですけども、まあ一応ね、こういった形になっておりますんで、2024年の9月よりね、導入ということで、来年の9月ですね、楽しみにしていきたいなと思います。それでは次にですね、ハワイアン航空がボーイング 787-9 型機のですね、ビジネスクラスのですね、新座席をですね、イメージ画像として発表いたしました。ということで、日本からもね、就航しているハワイアン航空のハワイ路線ですけども、こちらね、ビジネスクラス、こういった形のですね、ドア付きのフルフラットシートがですね、導入されるっていった形になるんですよね。いや、これはすごいですよね。このハワイアン航空っていうのはですね、JAL マイルからも燃油サーチャージなしでですね、ハワイ路線ね、発券することができるっていう風になりますんで、これはいいですよね。今現在 ANA も JAL もですね、このハワイ路線に個室のビジネスクラスって導入してないんですよね。ファーストクラスは多分個室になると思うんですけども、ビジネスクラスはね、こういった個室の仕様にね、なっておりませんので、今回ね、一応イメージ画像なんで完成したらちょっと違かった可能性もあるんですけども、一応ね、現段階だと、まあ、このドア付きのね、座席が導入される予定っていう風になっておりますんで、いや、これはね、非常に楽しみですよね。導入されるのは2024年の初頭からね、導入開始予定っていう風になりますんで、本当に来年の今頃にはですね、導入されて、普通にね、利用できるかもしれないので、これは非常に楽しみですよね。このハワイアン航空っていうのはですね、まあ繁忙期7月、8月とかね、なかなか発券できなかったりね、できたり、まあこれもタイミングによってね、確か半年前ぐらいにね、できたって一回ツイッターで話題になりましたんで、まあタイミングにはよると思うんですけども、繁忙期ね、あんまり開放してなかったりいたしますので、繁忙期にね、利用できるかどうかっていうのはちょっと難しいところはあるんですけども、質のね、ビジネスクラスでハワイに行けるっていうのはですね、非常に楽しみですよね。ということで今回ですね、細かい話ね、させていただいたわけなんですけども、いや、ユナイテッド航空のね、必要マイル数の微増はちょっと怖いですね。今まで3万5000マイルで片道ね、東京からアメリカ方面の路線が利用できてたっていうのはですね、かなりお得でしたので、やっぱりサーチャージがかかんないんでね。はい、この前の息子と行った時も多分往復で、日本からね、ちょっと関数6000円ぐらいかかるんですけど、まあ帰りは本当に6ドルとかね、8ドルとかで利用できるんで、めちゃくちゃお得じゃないですか。ですんでね、このね、必要マイル数はね、本当に上がんないでほしいんですけども、ちょっとね、この点は注目ね、していきたいななんていうふうに思いますし、ユナイテッド航空のマイルメインで貯められている方は、注意ね、しといていただければなと思います。外資系のね、マイルっていうのは、これ本当にサイレントで導入されてますんで、こういったことがね、結構あるんですよね。急に変わるみたいな。ですんでね、この点はね、マイルっていうのは貯めすぎないで、まあ、使う分を貯めてすぐ使うっていうのはね、結構、鉄則になっておりますんで、まあ、この点ね、注意していただければなと思います。ということで、今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッター、インスタグラムをやってますんで、ぜひね、チェックしていただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。